見てほしい映画ララランド。物語の舞台はロサンゼルス。女優を目指してオーディションに挑戦し続けるミア。一方、自分の店を持ちジャズピアニストとして成功したいセブ。その二人がある日出会うところから始まる映画です。仕事と恋愛どっちも成功するのはやっぱり難しいことで、どちらかが仕事で成功したりすると心の余裕がなくなって喧嘩したりすれ違ったりします。お互い好きなんだけど、だって僕はこの夢を絶対に叶えたいからと。でも何かを得るためには何かを失わなくてはならない。全部は手に入れられない。その中で二人がどう生きていくのか、何を選び何を捨てるのかという物語です。ラブストーリーだけれども、そんなに明るすぎない悲しさもある映画です。私はミュージカルが好きじゃなかったんですが、ララランドはすごく楽しめました。音楽も素晴らしいので、ぜひご覧ください。